広島一の七阪神30日、松田スタジアム。阪神村上正樹投手、25、が先頭打者アーチを浴びながら尻上がりに状態を上げて七安打六奪三振一失点、今季チーム初の9回完投勝利を挙げた。阪神はこれで3、4月は15勝9敗3分け昨季を上回る今季最多の貯金6で終えた。 デイリースポーツ評論家の西山修司氏は村上をリードした坂本を、関東勝利に導いた巧みなリードと称賛した。写真、関東の村上をねぎらう坂本頼れる尿望感が出まくり。坂本がバットでいい働きを見せたが、それ以上に価値があったのは村上を関東勝利に導いた巧みなリードだった。初回、村上は秋山に先頭打者アーチを浴び、さらに野間の中前だ。 中野の失策で無視一二塁のピンチを招いた。いずれもストレートを打たれ、バタバタ仕掛けた村上を落ち着かせたのが、配球面の切り替えだった。まだエンジンがかかりきらない村上に対して、ストレートは無理に内角に要求せず、投げやすい内角低め、しかも投げやすいカウントで要求。いつもより変化球の比重を高めたリードに通した。経験の少ない星というのは、得てして、 こういう苦しい局面では内角への球を要求して打者を抑えにかかろうとしがちだが、逆にボール球が増えたり、甘く入ったりして傷口を広げたりするもの。だが、坂本は村上の状態が上がってくるまで無理をせず、内角にストレートを要求したのも5回、秋山を右肘に打ち取った球が初めてだった。村上がいい感覚を取り戻すのを焦らずに待ち続けた。保守妙利妙利 に尽きるという言葉がある。崩れそうな投手を立ち直らせ、勝ちに導いた時に最も感じるものだが、この夜の坂本もそんな思いを味わったことだろう。